B です。ごきげんよう。これいつものチェリーポリカですね。向こうとこっちで全然違いますね。向こうはまだ花が咲いてる、こっちはもう花が終わってすっごい芽が。これもでも切るんでしょうね。どうすんだろう。これなんか下が風通しが良くないといけんらしいですね。よくわからんです。こんな感じなんですよね。で、昨日やっと合同ヒアリングで、朝 NHK でやったあのバブルがもう完璧に崩壊してるということ、昨日1149人ですね、感染が。信じられないことに来週もう五輪開会ですからね。本当にあの野党国会対策委員長会談とかあって、私足くじいて1分遅れて昨日の冒頭の絵に映ってなかったと思いますが、もう這うようにして行ったんですけど、まあ、なんとかあの会が始まるところには間に合ったんですけど、テレビカメラのところには間に合わずに、もう始めといてくれと。やっぱり気をつけんといかんですね。余裕を持って動くということが大事ですね。幸い大事には至らなくて、まだちょっと痛みが残ってますけども、あの痛みが走った時はあやばっと思いましたもんね、うん、ちょっと本当に大事にしないといけません。それで昨日野党合同ヒアリングでいくつも明らかに、あの国税庁の夜中の 10時半まで飲んでたと。しかもなんか同じ人が複数回やってるっぽいですね。で、私がひどいなと思ったのは2つの言葉で、それも野党合同ヒアリングで詰めましたけど、あの一部って言葉を言ったんですね。あの一部その沿わないところがあった。一部どころか調べてみたら全部じゃないですか。よくあんな言葉を使うなと思いますね。それからあの飲食店の狙い撃ちについて、酒類業の狙い撃ちについては誤解を与えたのでと。また誤解ですよ。誤解をする方が悪いんだと。あのそれこそ下々の知識やよくあれがわからないものが誤解をしたから、まあ、これはいかんということで取り下げたっていうわけでしょ。国民誤解してますか。もうあの言い方も本当にあんなもんスルーしませんからね。まあだけど野党合同ヒアリングもあの私のところは文字にもう死んでも しないみたいにあの事務局がやってるんですかね。あの山田井君のところだけが文字になってるんで、ちょっと今日あの字にも言って改めさせようと思うんですけど、あの本当になんていうかな、そういうことで役所のこう言い訳を許していたんじゃダメだと思いますね。あのまあどこの世界も官僚組織っていうのはあって、その官僚組織って不都合なことはもう何ていうかなやらないようにしますから。でも他方でですね、昨日もあの友人たちが何人も訪ねてくれましたけど、まあ一人一人はすっごく優秀で立派な人もいっぱいいるんですね。昨日あのもう、どの役所とは言いませんし誰とも言えませんけども、あのたくさん来てくれました。まあ、中にはねその同級生で私にあの勉強しなさいって言ったあのスーパーな方と同じところで学んだっていう人もおられてですね、そうなんですか、そうですよね、あの方すごい方でしたね、私たちのマドンナでしたって言うから、うんそうだろうな、そうだよな、僕に勉強 しろって言わなければ
あのそれこそなかなかもしかしたら結婚してたかなって思うようなそういう方でしたね。だけどまあ私の場合はもうとにかく勉強しろって言われるのが大っ嫌いで、勉強は好きですもんね。だけどもう何とかをしろって言われたら、まあ別に勉強しろってはおっしゃったわけじゃなくて、あのこんなに遊んでて演劇をやり詩をやりそしてスポーツばっかりやってていつ勉強してんの、勉強しなくていいんですかって言われたんですね。でその時ゾーッとしたんですよね。あの嫁さんから振られてた時でしたから、嫁さんってまだ嫁さんになる前ですよ、19の時。あのあれは衝撃でしたね。このもう超優秀な方にですね、あのあやっぱり勉強しないで遊んでるっていうか、遊んでるわけじゃなくて芸術の方をやってるんですけども、あの言われて、いやちょっとこの方憧れだけどちょっとやっぱり距離を取っといた方が安全かなと思ったんですよね。まあでも本当素敵なあの立派な方で、その後いろんな人たちを育ててですね、あの私たちの同級生の中でももう傑出した人ですね。いっぱいあの同級生、まあその同級生と一緒にあの駒場で勉強したっていう方が来られて、あのお話を伺いました。で一人一人はこうやってもうすごい人だから、だからこの人たちの力がやっぱりこう生きるようにしなきゃいけませんね。内閣人事局もあんなこう独裁の巣にするんじゃなくて、やっぱり総務省に人員管理があり、財務省に予算があり、そしてあの人事院が処遇をというこの3つに、やっぱり人事というのは官僚機構の権力の源泉ですから、これを一つにまとめたのは私は失敗だと思います。それ元に戻さないといけない。あのこんな風に悪用されるとは思ってもなかったでしょうけども、そして昨日のその種類業を中心とした圧力については、何も西村大臣のあの発言がスタートではなくて、自治体にももっとすごいことを求めてた。そしてその書類もあった。あるいは自治体によってはもっと強烈な圧力を。で、飲食店の感染は 9% だって言ってますね。で、その 9% であるにもかかわらず、その 9% をここまで追い詰め狙い撃ちする意義はどこにあるのか。その後ろで五輪の関係者は治外法権みたいにもうバブルも何も崩壊してると、どこ行こうが、あのプレイブックにを読めばって、皆さんプレイブックってアスリートとか関係者がですね日本入ってきて注意をする、あれね読んで頭に入る人どれぐらいいますかね。しかもあの役所の方々があそこでおっしゃってるようなことは書いてないですよ、書いてないですよ。むしろまあ本当にあの私たちが海外に行きますね。で海外に行くと、あのここはねここは禁止されてるから行かない方が、行っちゃいけないとかね、例えば食事もところによっちゃあのやって食べちゃいけないものがありますでしょ。それから持ち込んじゃいけないものがある、あるいはその服装もあの肌を出しちゃいけないようなところもありますよね。でそういうのはあの分かりやすいんですけども、この五輪の中のあのなんていうかなプレイブック、あれ皆さん読まれたらいいですよ。とてもね、お超ですね、頭に入るもんでない、あれは頭にも入らんし、そしてそのそもそも動線を別にしてくれとか書いてないもん。あのだってよその国行ったらですよ、そこにいる人たちとホームタウンだってそうでしょ、親しくなりたいじゃないですか。それあの触れちゃいけません、こう
交通機関、公共交通機関にを使って移動しちゃいかんって書いてありますよ。でもできますか、そんな、あの大金持ってる国ばっかじゃないでしょ。それから、ココアっていうその接触アプリをですねオンにせないかんって、これも書いてあります。でも他具体的にコンビニに行っちゃいかんとかですね、あの監督の人と一緒に行かない、監督監視してる人と一緒に行かんだ行かんだって書いてないんですよ。で五輪はもう前から言われてるんですけど、これ一般論で、そのメディア利権、広告利権ですね、それから警備利権、警備の利権、そしてあの建設利権、うん、もうさまざまな利権があの重なってると言われてますけども、だからもうこの機能1149でこれで五輪に突っ込むっていうのはありえないと思いますね。各国の首相たちもあの代理だったり来なかったりということが続いてるし、昨日あの求めましたけども、感染症法に基づくものですからちゃんと報告をしてくださいと、五輪の関係の人たちがどれぐらいその感染をしたか、どこで感染したかいうのは報告しなきゃいけないでしょ。でそれやりますということでしたけど、昨日のあの国税庁の人たちみたく型は分かんないでしょ。型を私聞いたんですよね、バリアントは何ですかって。そしたら、えバリアントって言われて、あの変異株のことです、え何の型でしたかって聞いたら、それは分かりませんって、つまり検査してないんですよ。東京都はバリアントのその検査率どんぐらいですかね。3月5日に今年の私が国会であの質問をした時には 5% とかだったんですね、バリアントで。それを40までって言ってましたけど、40になってるわけないじゃないですか。全然誰に聞いてもあのバリアント何だったって聞くと、いや分からん、検査してないって、え陽性だったでしょと、でもそこまではやってないよって。これ今あのエリックさんが言ってますけども、そのワクチンを打ってるところにも大きな感染が広がってる、で特にワクチンを打ってない子どもたちにも危険が迫ってるっていうか、 ICU に子どもが行ってる。だから昨日セーブチルドレンっていうハッシュタグを作って子どもたちを守ろうって言ってましたけども、やりましたけども、本当にあんたがこの変異株を甘く見てると思いますよ、変異株を。で、ね、変えたいと思いますね。で今日は昨日の参議院衆議院に代わって参議院の内閣委員会で質疑です。日本の未来を作る勉強会のですねメンバーでもあるあの木戸口英二さんが質問に立ちます。そして塩村彩香さんと2人でですね質問に立ちますので、ぜひあの皆さんそこもご覧ください。昨日はね大谷選手がそれこそ100年ぶりの二刀流でオールスターに出てですね、私も8時からって言うんで、8時だったらちょっとは見られると思ってたんですけど、あの会議で、生中継は見ることはできませんでしたけど、ピッチャーで1番ということで DH、 あの打席の方はヒットは出なかったそうですけど、ピッチャーは見事抑えて勝利投手になってますね。すごいですね。やっぱりこう世に勇気を与えるって大事ですね。学びますね。あのスポーツ選手のあの活躍も本当に応援をしてます。だからこそ
このお金に汚れたものじゃなくて、本当のスポーツ、爽やかな、そういう五輪に戻したいですね。頑張っていきましょう。で、くれぐれもですね、さっき A でも申し上げましたけども、こういう時には分断が必ず入ってきます。もう、静まり返ってんですよね。藤原直哉先生がインターネットラジオでおっしゃってるように、もう静まり返ってます。もうあと2ヶ月ぐらいで総選挙があるなんて、とても思えません。ああ、もうやばいな、もうやりたい放題やってきたから、思った以上のものすごい反発にあって、なんていうかな、立ちすくんでるって言った方がいいかもわかりませんね。でもこの立ちすくんでる時が今までの与党がですよ、そういうふうに見えて安心したらダメなんですよ。もう本当にこうギリギリの中で この日本と日本国民を救うためにはですね、もうこれ以上やりようがないっていうところまでやらないといけないんですね。昨日宿舎に帰ってきたら、子供たちっても3人いるんで、4はダメなんで、その中の2人と距離を空けて食堂で食事をしましたけど、ちょうど代表が帰ってきてですね、食事をしてました。あちらも双子の一人がいて、それもお父さんと離れたところでね、食事をしてました。もうこんな状況でね、一刻も早く帰んといかんですね。帰んといかんです。まあ子供ももうじきアメリカに帰るんだろうなって思います。枝野さんですね、枝野さんが昨日食事をして、まあ子供たちもね、昔一緒に双子ちゃんと遊んでましたから、もうでも中学校になってでっかくなってましたね。もう道ですれ違ったらもうわからないですね。もう本当に嫁さん同士が仲良しでよくしてくださいました。和子さん本人もね、書いてくれてありがとうございます。もう代表となると私のこの副代表と違って、また責任もさらに重くて、プレッシャーもあるでしょうけど、盛り立ててね、頑張っていきたいと思います。そうですね、頑張りましょうね。じゃあ、今日はこれをジャスミーナが綺麗かな。では、あの字が昨日何て言ったか、まあそれはもうあれしてください。また良い一日を。ジャスミーナ、美味しそう。確かに。ジャスミーナ。うつむき加減に開花します。確かにそうだろうな。ちょっと鼻の角度がうつむく加減ですね。これいいっすね。枝落ちてないかな。落ちてないですね。ではごきげんよう。良い一日を。そう、八重桜みたいですね。綺麗ですね。これがシュートって言うんですね。このすごい勢いのある枝、これ挿し木にしたら、挿し木じゃない、次この挿し木だ、生えるだろうな。第一園芸センターか姫野農園でちょっと探してみましょう。